こんにちは辻の子ですさあクレヨンしんちゃんの方ね続きまったりとやっていきましょうか今度は虫もねいろいろ取ったりしつつ楽しんでいくぞ <laughs> 取れない <laughs> よーし OK 夏まっさかり観光シーズンに到来地域ボランティアで川をきれいにあこれがベースの生地なんだね僕選考体験でやった時にねちょっと見たんだけど しんちゃんがねいろんなことやるとどんどんね生地が増えていくみたいな感じい,いけるようになってんだじゃちょっといろいろいっちゃおうか青い稲穂が真夏の風に揺れている7月のま末だったらそうだねこれもちょっとやっていきたいな農園ははーい人参に水あげるぞ <laughs> トマトにも水あげちゃう <laughs> えー、こんな感じなんだ <laughs> はい、唐辛子に水しんちゃんに唐辛子はまだ早いかもね。僕は大好きですけど。うう株式会社黒髪農園。こっちの方まで行けちゃうんだもん、ね。おおびっくりした。もうお家に帰る時間だよ。そう。帰らないよ。はえ,え、白じゃないんだ。今度 <laughs> 迎えに来るの？あら、なんかバリエーション増えてない？料理の刺身だけど。 いただきよーすどうしたのよよこ最近店の売り上げが少なくて大変なのえなんか新しい話きてんじゃん恐竜で観光客は増えたけどうちはこれぞっていう売りのメニューがないからねどうにも今一つ新しいメニュー考えてるんだけどネタ切れなんだヒントだけでも見つけてくれるといいんだろういいんだけどなじゃあしんなづけ店長が新メニューを考えるぞチョコビーりチョコビーそれチョコビー <laughs> それチョコビだから <laughs> それはソコビそのものだろうチョコビ入りチョコビ入りチョコビ <laughs> 出た出たもう全部チョコビじゃんもし本当に新メニューのヒントを見つけてくれたらチョコビをあげるよちゃんと考えてみよう。新メニューのアイディアをどうなるんでしょうかね ははそう店長になっちゃったの出世しすぎでしょねえねえちゃんなんか同じこと言ってる気がする僕 <laughs>、ね、<laughs> ここは同じイベントなんだねほんと同じだ,ぞ本当だよしん,し,しんちゃん一応記憶はあるんだね 九州の伝承のお話かお母さん本当に毎晩読んでくれたよねあらなんか新しい人いるけどこんばんはおじさんが誰かわかりますか怪しいおじさんかなり怪しいおじさんここの駅であった駅員のおじさんですよ この子たちのお父さんでもありますへえー、そうなんだある日ほら見て捕まえたよバッタだあら牛さんがいっぱい牛がどうやよしモンシロチョーマメコガネ、ね、キアゲハすげえ手に入れたアゲハチョーヤマトタマムシカワトンボ オオカマキリにベニトンボすごいいっぱいいるねベニシジミ覚えられていいなしそ新メニューを考えようすごーい一気になんか虫しマスターになったぞ楽しいねこうやって虫し取りすんのも。 七宝支点と平家ボタル大吉昇り阿蘇川源氏ボタルに槍タナゴタナゴかあれあら帰る時間でした今度はもう夜更かししちゃうぞ今日から朝の体操に。 イチローさん加わりましたえに私もほんとだ読み聞かせの人か私もっていうのはすげえ大勢になったな <laughs> どんどんにあの最後の方にはめちゃくちゃ増えるんじゃないのこれあら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 。 恐竜もどんぐらい増えるんだろうあら、おは,おはよう、サブローだって。誰だあれこの子誰僕の名前はサブロー、ヨヨちゃんの,日の山食堂いいとこだろういつも風が通ってるしいいとか。え、そうなの暇な時に この店で本を読むのが好きなんだなかなかの高青年のようですねなんで前はいなかったんだろう、えー、どうして今週はまだ旅行中だったんじゃないのあー旅行行ってたのか恐竜が出てきたって聞いて帰ってきたんだゆっくりしてくればいいのにじゃあ明日からまたお店に来てねへえ、サブローさんがい お店に来るようになったなんかどんどん追加されていくんだなお兄さんこれできる今度練習しておくよ一緒に散歩でもするかい僕は家に寄って荷物を置いてくるから霧島ストヤの前で待ってるよ水の端っこを歩いていくんだよへえ。なんかお話がちょっとずつ進むんだな どうしたの何やってるの絵本のこと考えてたのあの本どこにしまったんだっけな新作目のヒント頑張って探してるこの辺の名産のスイカがいいと思うんだスイ,ス,スイカを覚えたスイカを覚えたりすんのおっおい<笑><笑>来た来たちびっこやっと来た 名前覚えててくくれてないじゃんあそっち行くの牛がいっぱいいるとこだよそっちこっからカーベリの道へ降りて行けるのは知ってるほい行ったよさっきほら通れないんだ牛が道を塞いでいて通れないなブリブリ <laughs> ブリ,ブリで毒かな効き目なし 突撃レディ23号えあおおあの恐竜の一声で牛たちが逃げていった意外にやるねまさかのこれで牛たちは大丈夫ここは山の下牧場って言うんだつまり山の上牧場もどこかにあるってことなんだなやりますなあ 上と下、地面と空、水と火のように二つで一組なんだ。次はロープウェイの駅で集合ね。山の下牧場。あれなんだろう牛乳入ってんの何が入ってんだろうこういうのの中。僕、あの、草かななんか生えてないこれ。何が生えてる小米小米小米じゃない。小米は米だった。小米が生えてました。いたお兄さんが。 到着到着ここがロープウェイの駅前ステーションここからゴンドラに乗ってあっそうさんの山頂へ行くことができるんだよほらもうもちろんそしてこれも駅前ステーションと山頂ステーションの2つで1組なんだなかなかすごいだろ次は鉄道の駅でえ乗らせてくれるんじゃないの 高いのかな？あ、ロープウェイはすぐそこなんだ。ここか。お兄さん。ここから熊本へ行く列車が出るんだ。最後の2つで一組を紹介だよ。兄弟もしかしてほら同じ顔でしょう。なんでブリブリーなの？そこで <laughs> あ。あ。 脳ある鷹は爪を隠す二度あることは三度ある一郎です二郎です三郎です,三,郎です三人揃って,いて <laughs> 三兄弟でした最高だひどいけど最高あ、えー、シソ落ちてたおお、すげー えちゃんと電車あっ危ない,い先へは進めませんすげえちゃんと電車来るんだこだわってんねーなんだこれこんな時にここにくぬぎの大木がえっこの下もダメなの ここはずっとね、ずっと踏切になってんじゃないもしかして。この感じ。ラーメンを覚えました。ララコお姉さんはお店を手伝ってないの？確かに。でもやっぱり気になるよね。どうしてなんだろう。さてなぜでしょう。実はララコには秘密があるの。うん <laughs> スクープあの子もね最初は店の手伝いをやってたんだけど失敗を繰り返しているうちに自信がなくなってやらなくなっちゃったんだふんー例えば注文を間違えて10人前作っちゃったええー、？5倍 !?50 倍どういうわけかあら不思議ララコが触るとすぐ機械が壊れちゃうのよねへえー、なんか不思議だねララコちゃん ん私信じるわ今ねあのループしてることを打ち明けたの私との約束の話も多分本当ね新聞社を再び大きくすることができたらデートしてあげるわ約束パート22回目来ました珍しいお客さんが来たないいカメラを持ってるねこれは同じだねよし。 倒れちゃったね <laughs> 目の前で倒れちゃった今日見て見てさなんかいっぱいあるぞ新規契約数 782! <laughs> いきなりめちゃめちゃもらえたけどうんっ お思い出の1週間、ね、え待って来たばっかりなのに <laughs> どういうことだ <laughs> どういうことだこれ <laughs> 来たばっかりでなんかすごい写真が撮れちゃってるけどえー、みんないないあ気のせいか変なの<今>よし <laughs> 一瞬でり売り上げ伸びすぎでしょ。目き達た <laughs> ねえ !2 秒で大きくなったよ。そうよかった。あっそう、子供新聞 <laughs> おおボーナスきたあら 恐竜カードもらえちゃったすげえ一気に一気に契約増えたえなん星が増えてるなるほどね新聞社大きくっていうのは星をいっぱいにするんだなきっとしんのすけ記者の活躍で大幅に発行部数が増えたんだでかしたぞしんのすけそれほどでも増えた発行部数に見合うよ名前も新しくしたんだあっそうこども聞。 幼稚園児が作ってる新聞としてはこの件で最大になったぞそんなにいるの <laughs> 幼稚園児が作る新聞だなんてしぽしぽしぽぽすごいちょっとずつ増えてるなごちそうさまでしたごちそうさまでしたごちそうさまでした誰の目にもお似合いのカップルだと思うな誰と誰が あなたとサブローさんやないないあんなのなしよりのなしそこまでひどくないでしょお姉ちゃんそれってどういう意味うーんどういう意味よ相手に気持ちは伝えたのうーんおいおいなんでそこでキャップまで照れてんのよキャップなんか一郎二郎サブローのお父さんっぽくないそんなことないか いや、疲れたね今日もねいっぱい虫とか捕まえちゃったじゃあえっといや外行くよ早く歯磨き歯磨きしようっとじゃあ <laughs> すっげえ高くまで。 上がってからちゃんと歯磨いてるねえらいなしんちゃんぐちゅぐちゅペあの絵本ってどんなどこにしまってあるんだろう読んでるととっても幸せな気持ちになる絵本だったのよ絵本をちょっとあれだな見つけないとダメなのかな次はいいカメラ持ってるよねお姉さんに貸してくれない いややかおばあちゃんには内緒だよ。機械とか道具を何でもかんでも壊しちゃうのよねってうるさいんだから。だらこの偉大さを感じてちょうだい。<laughs> うーん。ちょっと数のはないっぱいやってるの恐竜に関する噂でご婦人の化粧のノリが悪くなったってのはよく聞く話なんだけど、誰が言い始めたんだろうな 困困った困ったたお相撲さんがどうしたの打ち,か打ち明けてみたぞこの圧巣の町に現れてずっと町中へ野山を徘徊している巨大な恐竜たちのことなんだ大きな新聞社から恐竜の調査を依頼されたんだけどさすがに相手が相手なので仕事が進まないんだよ恐竜の言葉を話すことができたらな それはさすがに無理だけどね恐竜の言葉を話すかそんなことできるのかなきょ今,今朝はご苦労様でしたおーいさてここで質問です二郎さんってどう思うかっこいいねどうでもいいけどそうなんだ意外だねまあ好みは人それぞれだろうけどさお姉さんは好きなんだここだけの秘密だよ他の人には言わないで

鉄道の線路を食べられたりしてるらしいぜ噂だけどねえー、隣町とか行けんのかなまさかすげえなそれだったらだってスイカとかかける曲おすごいロングリミックス <laughs> 何これへえ DJ ゲームだって なんか DJ ゲームで遊べたぞあれまたいるじゃんさらさら帰る時間だよ早いな夜はああしっぱいくぞサブローお兄さんやってきたケツだけぜいじんいちゃうぞこのあたりの名産品はスイカなんだ恐竜が牛を追い払ったよ口細 佃煮にすると美味しい。もつごって聞いたことないな。赤目は知ってる。恋も知ってる。おい川も知ってるね。駅前ステーション。山頂ステーションがあるらしいよ。仲のいい兄弟だ。ワン、ツー、スリー、ブラザーズ。昔トンボ踏切みりがない場所なのに踏みりの音がする。新しいカレーが辛すぎて誰も食べられない。ははは。 美味しいラーメンを作ること中太麺に焦がしにんにくおいしいねそれは50人前間違えちゃったキャップをこっそり見つめるよしこ <laughs> キャップが好きなのまた記者に任命されたまたじゃないからねちなみに僕 <laughs> 僕この間はおあの記者になってないで終わったからあっそうこ供新聞 もしかするとラブラブキャップさんまで照れているんだ借りるな触るな見つめるな <laughs> パイロットにはならないでね恐竜の調査が進まない言葉が通じればいいのにな言葉ちょっと通じたいな恐竜がスイカ畑を出らしてるして,てるらしいふんあらララコちゃんが。 寝かしてくれたの優しいね。はぁ、いやー楽しかったなぁ。じっくり遊ぶと本当に時間を忘れて、結構時間かかって遊んじゃった。一日だけど。 はい。ということでね、今回は、あの、前回は一気に7日間やったけど、今回はね、あの、2週目になるのかなの1日目をちょっと遊んでみました。ちょっと、あ、同じかなと思って飛ばしちゃったりしてね、ちょっと話が繋がんなかったりしてるかもだけど、なかなか、こう、面白いですね。徐々に徐々になんか、行ける場所が増えてきて、これからどうなるんでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それでは、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画も、よかったら見てね。 チャンネル登録まだの人は登録もお願いゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ遊びに来てね